さあ、お待たせをいたしました。ここで松前ひろ子さんと三山ひろしさんにお話を伺わせていただきます。よろしくお願いいたします。貴重なツーショットでございます。今日は主役は師匠ですから、もうとにかく輝いていただくように、はい、もう皆さんご存知だと思いますけれどもね、娘のお婿さんですね。はい、その通りです。じゃあ早速行きますか、はい、まずは私の一枚ということで、お二人の一枚はこちらです。はい、あ、先生だ。まだ元気な頃ですね。ちょっと気取っておりますけど。ご主人。主人の三回忌をこの間迎えましたばかりです。中村天心先生、はい、でもとっても優しい人で、はい、あの本心は短気だったと思うんですけどね、うん、私とか家族にはとっても、うん、あの愛のある人で、温かい人でしたので、そうなんですね、私が2つの仕事ができた。三山さんは門下生になるんですよね。はい、私はもうあの門下生って言ったら生徒みたいな感じですけど、うん、どちらかというと弟子なので、はい、もう、はい、あのなんていうか身の回りのお世話をやらせていただいたという感じですね。とにかくやっぱりあのピンといえばカンだっていう先生でしたからつまりこうあの何かパッと言われたらその10個20個先ぐらいを返してくれるぐらいのそういうやつじゃないと、あの鈍いなお前はってよく言われてましたので。鍛えられたんですか。もうなんかもうフル回転ですよね。一言に対して答えをいっぱい作らないといけないですので。何歳からいたんですか。僕25で上京してきて3年間修行したんで、28まで3年。あの今回こうやってデュエットされるいきさつというのは、あの私がね、はい、こんな時だからこそ応援歌で元気の出る歌が歌いたいというメーカーと皆さんにお願いしたら、うん、あ、それでじゃあ何しましょうかだから、あの三山君を頼んでみますから一緒に歌ってみたいと言ったら実現しまして、うん、人生演歌という応援歌を歌わせていただくことになりました。ね、これから聴かせていただくんですけれども、はい、どういう作品ですか。明るいね、明るくて元気の出る歌という感じですね。山くん、おとなしいね。私はもう、今日は師匠がいますから、はい、でも、そういうことを言わなちゃう。いやいや、もう師匠がいますから、やっぱりこれ師匠を立てないといけないっていうね。そういうので3年間やってるのか分かんない。もっとね、喋、はい、ればいいのに、ね、でもあの、せっかくでこういうチャンスをいただけたので、うん、つい、あの本当に最近の話、北、はい、島三郎さんがね、ひろこヒット曲をね出そうと思ったら無理だからね、うん、そうじゃなくて聴いてくれる人が喜んでくれる歌を歌えばいいよって言ってくれたんですよ。その言葉を聞いた時にすごい嬉しくなって、じゃあさらにこの歌で頑張りたいと思いました。三山くん、歌ってみてどうですか。一緒に やっぱりこう人生を歩んでいく上で大切なことはこの中に入ってると思いますね。はい、ちょっと緊張します。緊張ばっかりですね。緊張ばっかりですね、はい、そうですそうです。ではこれから早速楽しみに聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。